デカ盛り氏チャンネル。じゃあ、山手です。こんにちは。じゃあ、ちょっとセレッソ時代のしくじりを。しくじり。しくじり先生というか、まあ一応面白いエピソードいっぱいあるんで。森島先生。俺みたいになるな。あ、なるほど。まず、なんかあったら質問あったら。あ、わかりました。おう！まあ18歳の時に高卒滝にからセレッソ大阪入団します。それがまずすごい。それがすごい。まあ同期入団で柿谷雄一郎。おあれ特例で入ってで香川真司、あとセレッソで山下達也とか一緒やって、ですごく注目されてて、俺実はその高3の夏から特別指定選手で、今現監督の保育さんっていう監督がいるんだけど、その人がスカウトやってセレッソ大阪に入りました。すごい。すごい。そうっす。で C 契約っていうんだけど、高卒だったら上限があって480万、新卒これは上限で、あと支度金ってやつの前で移籍するの。おお、よく聞く。でこれはもう一人の上限が380万、これマックスもらいました。おお、すごっ。ええー、1年創生です。これ C 契約ね。 C 契約。 C 契約以外に何があるんですか？ B、 C と B があるで A がある。それ何が違うんですか？450分 J1 で、 J2 やったら900分で、 J3 やったら1800分出ないと A 契約になる。で、B 契約は3年間とか上限だったら B 契約になる。けど、上限ここまで。で、A 契約になったら加減がここ。これ以上もらえる。っていう今契約やけど、俺は別にまあそこまで出てなかったって。セレッソさ、滝の3年の時にセレッソ優勝争いしてました。で、最初で今野さんに FC 東京決められて、負けて優勝できなかったっていうシーズン。その次の年に入って、メンツだから西澤さんとか、森島さん。オーレジェンス。あとみんな知ってるか、あと大久保嘉人っていう人もみんな知ってる。みんな知ってるですよ。そうで、その時にもう毎日なんか森島さんがやっぱいたんで、デカ森氏とかって言って日刊スポーツめっちゃ出てたんで、めちゃくちゃチヤホヤされます。ほうチヤホヤ、まあ、すごいからされるべきですよね。ぐらい、うん、そういきなりもう芋臭いやつがいきなり花まで行ったから。で、お金あるはいはい。で、ナイキと契約してた。おお、ナイキと、ナイキと、もうプロや、プロや、プロ。だまあもう何不自由もない。まあこれが2年ぐらい続く。2年ぐらいで、2年目にアンダー20ワールドカップカナダで調子乗り世代って聞いたことあるの、マキーの打ち出すと。そこで僕キファーの大会出たら A 契約の条件満たすの。その時俺の1年目は J1 か J2、 あ2年目、ね、2年目 J2 のっちゃったよセレッソで、900分出なあかんみたいな。けど FIFA こっちやったらこっちの計算してくれんの。ランクが上やから J1、J2 っつって。で FIFA やったらこう J1 の計算でやってくれたら満たして、2年目での途中で A 契約になります。すげえ。ただ一番最初は2年目の途中で A 契約になったら上限決められる700万。まあ上限、まあ、これも満たして、カニは1000万のクローンになります。いきなり上限超えてるじゃないですか。上限超えてる。買います。買いました。買いました。で俺は代表では活躍まあしてたけど、セレッソ全然活躍してない。全然なのにこういったからまたこう叩かれます。あ、ここ叩かれます。叩かれます。はい。で叩かれた時に人生初めて叩かれた。どうするかって言ったら拗ねます。拗ねました。拗ねます。拗ねるんですか？拗ねよ。拗ねよなるやつ。ジャイアン型の拗ねよ。取材とか来ても断ったりとか。だからもう調子乗っちゃってんねん。ほんま調子乗せて、ほんま調子乗ったらあかんねんけど、調子乗っちゃってん。で、サッカーより外が気になってる。だからやっぱもう集中できない。ここに、サッカーに。だから、飯行ったりとか、フグ買ったりとかってしかしてなくて。で、この時監督、レビー・クルビー。レビー・クルビーに、もう俺が悪かったから監督が悪いですけど、俺が悪くてもう全然こっちに敵対しちゃう。使ってくれへんから。一番高いもんだって。おう、で俺みたいにやっぱなってほしくないから今こうやってですけど。で、この時にアンダー20終わった直後で次、北京オリンピックの代表の予選に行きます。まあアンダー23に呼ばれんねん。でセレッソでは全く全然できてないけどこっち呼ばれちゃうんだ。で俺でかいからここで活躍した平山壮太。おー、いたね、平山壮太。
国ですね。そうが不調やって、まあ最終予選のサウジアラビアに行きたい来いと追加招集されます。追加招集。追加招集。これでいいか分からんけど、追加招集されます。で最終予選いきなりスタメンです。追加で呼ばれてですか。いきなりスタメン。森姉妹、デカ森氏いて、俺いて、柏木陽介いて、ここに家長くんいて、でここに本田圭佑くんいて、内田篤人ってみたいな。右サイドに、まあと今広島で青山俊くんとか、あと誰だったかな、水野幸喜さんとか、水本青くんで、キーパーが秀才西川しかいなかったけど、まあいて、いきなりここ出ます。ここでまあアーウェイサウジ、湿度 80% よ、スパイクブチャブチャになるな、あの頑張ります。でもテンポは何で、こっからサウジでやって0対0やって、スタメンで、で次チャーター機乗って国立で試合するんカタールと、スタメンです。まだ、おお、いやすごいな。でまあ1-0で勝って、もうデカ森翔がいいやんとかってなって、でここでまず何が終わるかって、スネてたな、スネてた、すごいスネてた、スネてたな、ここ調子乗ります。調子乗った。ここがね、もうこっからも俺何か知らんけど調子乗っちゃって、まあこれで2年目のシーズンが終わって、2年目これでとりあえず、で3年目いきます。で2年目から3年目いくときに、まあこの時オシムさんが A 代表監督で調子乗る世代呼びたいって言ってた時に倒れちゃって、でここ叶わず A 代表、こっからアンダー23から A 代表叶わず、で3年目、2年目から3年目、こう一番大事なシーズンオフ。食いまくります。食いまくって食いまくる飯食いまくる。調子乗ってるな。で、23歳だったらお酒飲めまくれます。ああ。そうそうそう。で、この3年目のシーズンオフに、アメリカキャンプが、アンダー23。この3年目に北京オリンピックが開催されるから。で、このメリー・クルビっていう人は、シーズンオフ、ゆっくりしといていい。っていう人やって、ゆっくりゆっくりけど普通さ、このこっからおったらさ、もっと頑張らなあかんよ、ベタ休みしちゃって。このアメリカアンダー23あのキャンプ全然ダメやった。でそこから高知キャンプに戻ります。セレッソの時に高知キャンプ、キャンプで負傷します。腰体調悪い、ヘルニアになります。で開幕からもう全然ダメで、北京オリンピックの監督見に来た、首かしげ、こうやって書いてましたよ。ダメで。で、このから4ヶ月ぐらい、メンバーが。で、ここでもう一回頑張ります。頑張ります。あ、気づくんですよ。頑張らなあかんの。で、頑張って、ベンチ入ったらどっかで。熊本戦から。で、シンジのアシストが点決めって。調子乗ります。でも激しいな。そっから、僕は、寮を抜け出します。なんで規律違反しちゃった。そっから僕はもうセレッソからもう出るとかもういらないみたいなやって、まあここから続いていくんやけど、セレッソの時はもうこういう感じ。なんでラストしたんですか。天気見て嬉しくて。完璧に調子乗ったってことか。調子乗る世代が調子乗ってしまった典型のパターン。だからここで頑張らなあかんのに、もう代表で頑張ってたから。で、やっぱ世間はこっち見るやん、はい、こっち J2 やったけど、けどここをおろそかにしとって言うたら、こっちはもう2年目から3年目行くときにダメでこう行っちゃってヘルニアとかあって、で戦争は大阪でのキャリア2年半で終わりました。で、こっから移籍先を探そうって移籍してくれってなってたよねっていうセレッソのこの2年半のストーリー。清掃大阪だけで。なんかある？なんか聞きたいことがあったら。でもなんか凄 すぎるから。そう。確かに。じゃあんましくじってるのは、ほんまにすねたりとか、監督に矢印すぎたりとか。ああ。19で。あ、そうか。19ってそんなもんなんじゃないですか。けど、やっぱ度が過ぎてたね。でも代表呼ばれてるから。確かに。じゃあこれでもやっぱこの監督っていうのは代表選ぶのは関係ない。代表行ってんのに俺ベンチやから、それに対してもこう向けてる。ああ。だから分からへんから、若造やからまだ。
で、もう19歳半ぐらいからファンサービスとかもこんなんしてた。ほんますいませんじゃん、ほんまに。ならば、勘違いするポイントがめちゃくちゃあって、だここは行ったりとか、A 契約なったりとか、あとこことかね、勘違いポイントとか、まあ、しくじりやね、俺の中にすると。一番戻りたいとこは、ほんまに16年間これやったけど、ここに戻りたいの。ほんまにほんまにスタート。俺よく言ってるけど、もうプロ1日目からミスってるから。だってもうキャンプでナイキもらったりとか、そんなんしてるから。そうそうそう。で、こっからね、まあ、2年半終わったから、こっから大分トリニダイに移籍するんですよ。まあ、この話まだできたらいいなと思うんで、ほうほう。この時まだ移籍金っていうのがかかるから。そうっすね。で、移籍金の計算の方法するね。まあ、昔だったら18歳から21まで係数ってかける10すんの。で、だいたい1000万もらってたらかける10だからとか、そんな感じ。このかかってくるの。これを次ちょっとできたらいいなと思って。俺のしくじりはセレッソ大阪結構多いけど、こっから次めちゃくちゃ離れてないです。こっからこれ大分のここ行く時の離れた店が、離れた店もうこうなってるから。それまたちょっと今度聞きたかったなと思って。もう聞きたいけどな。もう聞きたいです。大分聞く。おいや、華やか。18の時に戻ったら何がやり直すんですか。まずベクトルを自分に向けたいですね。はい、18歳の自分に。それでも1000万の車は勝てたっすか。勝ってなかったっす。勝ってない。大分トレーニングだから半年間レンタル行きます。その時監督がシャムスカっていう監督で、俺にとって環境変えるってことはそういうことやから、まあ気持ちいい。気持ちいい。5年目のシーズンめちゃくちゃ叩かれる。もうほんま地獄やった。